ナミさんこんにちは。ドル円ですけども、115円あたりからですね、120円に一直線に進むと。そして120円突破したら125円にね、一直線に進むということで、大筋2つのポイントをお示ししました。それが昨晩までで実現しましたね。まあ昨日は特にね、朝から細かく相場解説の動画を追撃で送らせてもらいましたんで、これね、多くの方がね、私がね、相場解説の動画を増やすときっていうのは儲かるときなんでね、非常にそこでロットを強めにしていただいた方がいたみたいです。もちろん私はロットを増やしましょうっていうふうに先導したりお勧めするつもりはなかったんですけども、まあけどね、私が相場解説をこうね、2時間に1回みたいなペースで上げるってことは、相当儲かる一直線相場、一直線トレンドだってこと、お気づきの方は、私の普段の忠告を無視してちょっと強めのロット行ったみたいですね。でおかげさまで125円で、上級者込み私と同じところで、多くの方が、普段よりも多くの方が決済したんじゃないかなと思います。そして決済したヒゲを見て売りのポジションを立てる方もいました。これは上級者です、やっぱり。そうするとですね、決済のこう買いの圧力がなくなることと、新しく新規で今度売りに転じる人とかね、相まってすごい速度で今度下に下がるわけですよ。これがだから逆回転ですよね。まあけどこの逆回転も押し目にしかならずに、恐ろしいことに130円に行くかもしれないなと、ここは自信なく思っております。というのが、さすがにここまで急激にね、10円ぐらい変わりましたからね。本当にこの10円の値動きってのは、さすがに介入とは言わないですけども、他の圧力を呼ぶと思いますので、ここはね、今まで言わなかったんですけども、かなり慎重に場を見た方がいいかなと思います。今123円あたりですけども、こっからですね、もう一踏ん張り下に下がると思いますね。まあでもエントリーして得なことはないですから、今回はエントリーをさっと引いてですね、もう十分な利益も上がったことですし、あれだったら今週はもうね、手仕舞いぐらいの極端な姿勢がよろしいんじゃないかなと思っております。さあ、それでナミさんのスキャルピングの方も、こちらもね、拝見させていただきました。恒例のスキャルピングということでございますけどもね、まあ、私の相場解説とこういうふうに照らし合わせながらやっていただいたようなことをね、メールで書いていただきましたけど、ちょっと失礼しました。なんかしゃっくりが出始めましたね。コーヒーを飲みます。 FX は技術ですから、覚えたことを使いこなして、使い方が分かってくると、もうそこからは勝ちまくりです。一日たりとも負けることは考えません。まあでもロスカットはあります。ロスカットは資金を失うことではなくって、ロスカットですら自分の予測の範疇にあったってことなんですよね。そういう意味で言うと、ロスカットってのは正解を引いてるってことなんですよ。今回もね、ロスカットの引き方もちょっとお話しながら、相場解説のさせていただきましたけども、スキャルピングにもね、いろんなリスクヘッジの方法があると思います。まあ、今度ね、よろしかったらそういうのもご紹介いただければと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。また明日。